は16分の1、ね、ヤークトパンターを作ろう、サスペンションハウジングの取り付けという形でね、2番に入っていきたいと思います。もう早速出てきたこのシャーシですね、これアルミか何かでできているようですけれども、まあ、これに、こちらの、パーツをですね、取り付けていくという流れになりますね。はい、というわけで頑張って取り付けていきたいと思います。結構の数があるんでね、よいしょ、うまい具合にいかなかった。ちょっともうカーソンがあるんでね、本当にひたすらつけていく形になるかなと思いますけれども。まあ、半分ね、あのプラモデルなんですけれども、やっぱりね、ラジコンなんで、こういうところが金属のパーツの組み合わせをね、やっていくっていうところが、あの通常のプラモデルとは違う、まあ、新鮮味のあるあの工程になるかなと思いますのでね。意外とね、こうプラモデルやってると器用でいいなとか言われますけどね、そんなことはないんですよね。実際は見ていただくよりかなり不器用なんでね、結局数やってね、手が体が覚えてるというだけであって、実際のところはね、あのそんなに、器用不器用っていうのがあんまりこう実は介在しないというかね。俺できるかなとかね思ってる方いるかと思いますけれども、その辺は本当にあのやっていくうちに体がね、あの覚えてってくれれば大丈夫ですので、まあ、怖がらずに挑戦してみてもらえるといいかなと思いますのでね。まあね、でやっぱり大きく違うのは、通常の戦車のプラモデルって言った時に、まあ、割となんていうのかな、まあ、見えないところは塗らなくてもいいやっていうちょっと乱暴な考え方があるというか、バーッとね、組むだけ組んじゃってから塗装するっていう方法もあるんですけれども、ラジコンの場合は、まあ、当然いろんなところが稼働します。なので、塗らなくていいやっていうわけにはいかない、まあ、どちらかというとその辺はガンプラに近いところがあるかな、角度によっては見えるとか動かし方によっては見えるっていうところがどうしても出てきますのでね、そういうところも踏まえて、まあ、塗装の順番だとか塗装のやり方っていうのもね、通常の戦車のプラモデルと少し、手順を変えていかないと、
いけないところがありますんでね、その辺はちょっと要注意のところですね。特にこう金属パーツに塗装をしますので、しっかりとした脱脂、あとはまあ、ね、プライマーとかのこう下塗りを、まあ行って、塗装を、ね行していかないとかなと思いますのでね。まあ、エアブラシ、筆塗りね、タミヤさんの缶スプレー、で塗ってもらってもいいですし、まあ、逆にこう金属パーツが対応して、あと、まあ、本体がちょっと分かんないですが、もし本体がね、ABS だったりすれば、いわゆるウレタン塗料なんかを使ってもいいかなと思いますけれども、でもさすがに本体そのものが ABS ってことはないか。ラジコンはね、ぶつかったりしても割れにくいように、PS ではなく、割とこう、ABS を使うことがあるんですけれどもね、ちょっとその辺をまた見て、材質に合わせて塗装を行っていきたいと思います。できればね、長くこう愛用してもらえるような感じでね、やっぱり塗装はしていきたいと思うんでね。危ない危ない、よいしょ。こうカメラ映りを考えてやっちゃいけないですね。なかなか角度が取れなくて今危なかったですね。さすがタミヤ製というべきか、ネジも綺麗にね切られてて、こうネジもねこう今締めてますけれども、全然こう引っかかるところもなくスムーズに、取り付けできますんでね。これがまあね、もうちょっとこう見た目はね似たような感じでも、品質が悪かったりすると、このねネジを入れるだけで引っかかっちゃったり何しちゃったりしても大変だったりするんでね。よし、 OK、 はい、これでね片側ができましたという形で、まだ残りがありますのでね、こっちをやっていきたいと思います。ただやっぱりラジコンはね、動くし、動くだけじゃなくて、なんかこうまたプラモデルとは違った感じでね、ああ今自分なんか作ってるなっていうこう感じがしますので、いいかと思いますよね。
なるべく、まあ、めんどくさいってこともあるんですけどね、今回は編集をせずに、まあ、1工程1工程なんで多分、一個一個はそんなに時間かかんないと思うんでね、そのままノンカットで、分けて、動画をアップロードしていこうかなって考えてますのでね。まあ、場合によってはね、工程的に長くな時間が長くなってしまうところはちょっと編集させていただいて、出すことがあるかと思いますけれども、まあ、なるべくはね編集大変なんでね、それをやってると今年ね全然動画上げれなかったんで、それがないようにちょっと今後はこういう形の動画をちょっと多めにして数を、ね、皆さんに見てっていただければなと思いますのでね、まあ、参考にしてもらってもいいですし、まあ、参考にならなくてもね、なんかああ面白いな、なんかあえて作るんだっていうのをね楽しんで見てもらえれば、まあ、僕としては嬉しいなと思いますんでね。だん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 もう最後の方ですけど、やっぱ慣れてくると手際が良くなってきますよね、明らかに。やっぱり人間この辺学習能力があるというか、効率的に体も動いてきますんでね。で油断するとミスるんで、油断しないように、その辺はね心がけていきましょう。割とねやっぱりこう慣れてきた時が一番怖い。まあ、パーツを壊すとかなくすとかっていうね、ことも含めそうじゃなくてね、場合によってはこの、まあ、怪我をするとかそういったこともありますんでね、なんか慣れてきたな、調子いいなって思った時は慢心をしないようにちょっと皆さんね注意してください。だいたい模型とやってて怪我をする時っていうのはね、なんかこう今日調子がいいなみたいな形でなんかこう調子に乗りすぎちゃった時ですよね。やっぱりで調子に乗ってる時にこううまくずっと来てるんだけれども、まあ油断したりとか、うまく来てる時にたまたま何か他のことでちょっとね、うまくいかなかったりする時に急にこうイラッとするわけですよね。そういった時にこうなんだよ今までうまく来てたのになんとかなるだろうと思ってえいって強引にやっちゃったりして、まあ、怪我を負うってことがありますんでね、まあ、その辺はこう油断大敵なんちゃらってやつで気をつけてやっていきたいと思います。さあラスト1個ですね。よし、はい、これでね、サスペンションのハウジングが取り付けができました。あとはここになんか焦点輪みたいなのがつきますので、それをつけていきたいと思います。キラーン。